豊島達山二月は東京都生まれの駒市。本名豊島数次郎。伝承された駒地を改良し、近代将棋駒市の祖とされている。東京、浅草で材木賞を営んでいた豊島太郎吉の息子。大正の半ば頃に柳中坂町に移り、以前から手内職としていた将棋駒作りを家業として本格的に始める父太郎吉に教え込まれ、 駒作りで成計を支える。それまでの駒作りに加えて、さらに創意工夫を試み、単なる道具や遊具を超えた駒作りを目指し、駒そのものにも一種の芸術的味わいをもたらした。例えば、駒マの命と言われる駒の書体を創意開発して、残したり半木にして残したのは立山が最初であった。また、駒材となる告げに、トラフ、根木、 赤まさきを使用しつげの美しさをより引き立て、駒に芸術的な付加価値を与えた。盛り上げ駒を考案したのも立山が最初であった。大正から昭和にかけて東京を拠点に活動した代表的な駒師の一人である。将棋三夜の大橋本家に伝わるみ水のお天皇の名を立山が筆者したのが近畿書の始まり、幕末の錦式のお旗から命名した別名。 豊島近畿とも言われ、現代将棋の四大書体の一つである。ありがとうございます。